何度見ても無残な眺めだな。かつては栄華を誇った帝国も今となってはこのざまか。もはや何をしても無駄なのか。全ては滅び去っていくしかないのか。あれ、こんなところに人がいるなんて。見慣れぬ顔だな。何者だ。ハミルトを呼んでください。ハミル、どこかで聞いたような名前だな。こんな場所で一人とは。あなたは一体。しがない子役人だよ。ここには水路の調査に来ていてね。知ってるかな、向こうにある建物は分水施設だったんだぜ。古代には巨大な水道橋がここで幾重にも分岐して各地に水を届けたものさ。マジかよ、砂漠のど真ん中だぜ。ありえねえ。信じられないのも無理はない。こんな干からびた砂漠には似合わないものだ。できれば私もなかったことにしたいよ。調査するだけで全く生産的でない仕事にうんざりしてるからな。ずいぶん疲れてるみたいだね。まったく、このクソ暑い砂漠を行ったり来たりだぜ。宮遣いの辛さを毎日噛みしめてる。ハミルと言ったか、君の方はどんな用事だ。それなんだけど、カルト裸足の水不足を何とかしたくて、地下水路が通っていた場所を調べている。町にお水を届けたいの。なるほど、それでここにたどり着いたのか。地下水路を復活させられるんじゃないかと思って。水が出なくなった原因が分かれば何とかできると思うんだけど。それは殊勝な心がけだな。最近では珍しい、やる気のある連中だ。褒めてやろう。褒められちゃった。君も公務として水道を調査していたんだよね。何か知ってる？まあ知らないわけでもないが、役人にも守秘義務というのがあってだね。なんだ、やっぱり口だけかよ。最近多いんだよな、口だけ偉そうで中身空っぽのやつがさ。なんだと。ま、いいってことよ。子役人が脳なしなんてよくあることさ。俺たちがバッチリ調べるからよ。邪魔して悪かったな。おい貴様、言わせておけば、今私をそこらの木っ端役人と一緒にしたか。さっきから自分で子役人って言ってただろ。技術官僚に舐めた口を聞くと殺すぞ。艦長始まって以来の天才と呼ばれた私に分からぬことなどない。ああ、分かった分かった、どっかの偉いさんってことにしといてやるよ。じゃあな。信じてないだろ。バカな連中には耐えられるが、そいつらに見下されるのだけは耐えられん。ほほー、ならば我々が感心するようなことが言えるのか。ふん、本当は君たちのような凡人では絶対気づけない秘密なんだが、特別に全て教えてやろう。さっきの地震でこの辺りの地盤に亀裂が入り、水路に砂漠の砂が入り込んだ。地下水路が塞がったのはこのせいだ。こういう場合、本来は近くで暮らしている者が気づき急いで修復するのだが、人手がなくてね、修復できないまま放置されている。
どうして人手がないんだ？サボってるのか？そもそも人が住んでいないのだよ。ここもかつては一つの村だったが、放置されて久しいからね。全ては砂に飲まれてしまった。つまり人手はカルト派だしから連れてくるしかないってことだね。修復の具体的な方法は？工事は難しいのですか？簡単だよ。水路の土砂を取り除くだけでいい。場所も調査済みだ。ここの分水施設から地下水路へ下り、カルト裸足の方へしばらく歩いた地点だ。人手はどれくらいいるかな？何日程度かかるだろう？幸いにも土砂は大した量じゃない。作業員は多いほどいいが、まあ数人もいれば半日もせず元通りになるだろう。そこまで知っていて簡単なことではないか。なぜしない？あれを見てもそう言えるかな。おい、おっかねえのがうようよ嫌がるじゃねえか。砂漠が広がったおかげで増えてね。まあここの村が放棄された理由だったりするが、かなり強力な群れだ。厄介な連中だよ。確かに一筋縄ではいきそうにないな。ここの連中は金勘定が得意なだけで、腕っぷしの方はからきしだからね。水路のことを教えたところでどうせたどり着けないさ。失礼な、私だったら。お嬢様、今は抑えて話を聞きましょう。君自身は何もしないの？こんなところにいるからにはそれなりにできるんだろ？こう見えてもことなかれ主義でね、余計な仕事を増やして怪我をしたくないんだよ。見たところ君たちはここの人間じゃないようだけど、見ず知らずの人間のために血を流せるかな。私はこんな辺境の地で死ぬのはまっぴらだがね。おかしなやつだな。強いんだか弱いんだかもよくわからないし、やる気あるんだかないんだかもよくわからない。今までの話って本当なのかよ。そもそもあんたは一体何者なんだよ。さあね、信じるか信じないかは君たちの自由だ。私はとっておきの秘密を教えたつもりだが、コッパ役人のザレ事かもしれないしな。あんた根に持つタイプだな。信じるよ。君はなんとなく僕の先生に似ているから。私に似てる先生？そいつはよっぽどひねくれ者だろうな。まあひねくれてるね。いいのかな、私なんかを信じて。何か企んでるかもしれないぜ。水路の説明をしている君の目は澄んでいた。君は知識を愛している類の人間じゃないかと。僕の思い込みかもしれないけどね。これはなかなか興味深い少年だな。ハミル様、どこにおられますか？モノマク、こっちだ。おう、そこにおられましたか。ったく、遅いじゃねえか。危うく干からびるところだぜ。申し訳ありません。でもこちらの方の水路はあらかた調査が終わりましたよ。ハミル様、やはり途中まで水は来ているようです。どこかで塞がってしまっているだけで。おや、
懐かしい顔だな。なるほど、そういうことか。どうしたの？では、これにて私は失礼することにするよ。君は我々にとって都合のいい存在になりそうだ。何かやりたいなら急ぐことだな。どなたかおられたようですが。こんな砂漠で珍しいですね。帰り道で詳しく話すよ。とりあえず一度出直そう。班の総督に頼んで作業員をできるだけ集めてもらわないと。というわけだ。情報の信憑性に疑問が残るが、とにかく一度地下水路の復旧工事をするつもりだ。要件は受けたまわりました。すぐに作業員を手配しましょう。ありがとう、助かります。助けてもらっているのは我々の側だ。それよりも気をつけていただきたいことが。何か変わったことがあったのか？新たに帝国軍の艦隊が入港した模様です。極秘の任務のようで全容はわからないのですが、くれぐれもご注意を。わかりました。帝国の動向に気をつけます。週末の日は近い。もはや元には戻らん。この町は乾き枯れ果てる。ならばせめて残りの命を神聖教団に捧げよ。また飽きもせずやってやがる。神聖教団の説法か。どうか関わり合いにならないでください。聞く耳も持ちませんし、話し合いにもなりませんから。そういうわけにはいかないよ。できれば彼らにも話を聞いてもらいたいし。これは罰だ、お前たちへの。全ての富を捨て、全ての快楽を捨て、我らと共に来るのだ。この大敗の町を焼き払い、全ての贅沢品を、邪教の偶像を焼き捨てよ。神はそれを望んでおられるのだ。さあ祈り、悔い改めよ。全能なるワトスよ、卑しき奴隷の我らをお救いください。どうか私たちにワトスの救いを。ウアトスに全てを捧げます。どうか我が魂を天国へとお導きください。ふざけるな。何を言っている。人であることをたやすく捨てるな。僕の話を聞け。水路は直せる、直せるんだ。この町に必ず水は戻ってくる。まだ不心得者がいるようだな。あのような者がいるせいでお前たち善良な市民の救済はますます遠のくだろう。あやつらこそまさに悪魔の化身。お前たちの魂に堕落をささやきかけ、地獄へと導く者たちだ。失せろ悪魔め。よそ者。俺たちの邪魔をするな。どうしてわからない。行きましょう、ハミル様。今は何を言っても無駄ですわ。
皆絶望しているから何かにすがりたいのだ。水路を直さないと誰も話を聞いてくれぬだろう。くそ、石でも投げそうな勢いだったな。ごめんなさい。お前のせいじゃないけど、ムカつくな。分かってもらえないのはかなり悔しいね。実のところ私も怒りで震えておるわ、この節穴どもめがとな。だがそういう連中を許し助けてこそ女神様だ。そうだね、今は我慢しないと。おや、こんなところで黄昏れてどうしたんですか。総督からお知らせが来たよ。作業員の手配が整ったとのことです。これでいつでも出発できますよ。よし、じゃあすぐに出発しよう。まずは何としてでも水路を直してみせるよ。ハミル、あれを見ろ。今日も来てるんだ。なんだ、本当に戻ってきたのか。よせばいいのに。少し働かないといけなくなったじゃないか。ん？はて、どこかで見たような。ええ、初めて見る顔ではありませんね。よく来たな、凡人の将君。本当に戻ってくるとは。まったく、お人よしの連中だよ。前に会った時と少し雰囲気が違いますね。お前、やっぱり嘘をついてたのか。あれは本当だよ。実際に私が調査したものだ。安心していい。だがちょっとこちらの状況が変わったのだよ。港の方にお偉いさんが来ててね、給料分の働きをしないといけなくなった。広場で頑張ってる新生教団を支援しなきゃいけなくてね。水道の調査は任務じゃなかったのかよ。あれも任務の一部だよ。今の私の管轄は死の砂漠沿岸を通る不審船の監視や神聖教団の支援でね。ま、つまんない感触だよ。不審船の監視？もしや10日ほど前沿岸でカルトハダシュへ向かう船を見つけませんでしたか？あ、部下が報告してきたな。そのまま帝国軍に通報したよ。くそ、お前のせいか。
ああ、君たちあれに乗っていたのか。それは気の毒だったな。どうせならそのまま沈んでもらった方が仕事が省けたんだが。ひどい。てめえ、ちっと反省しろよ。これも仕事だからね。粛々とこなすだけさ。やはりそうだ。どこかで見た顔だと思いましたが、あなたはアエミリアではありませんか？そうか、ハッシュ・ドゥルバル様と親交のあった改革派の技術官僚か。この人を苛立たせる感じ覚えているぞ。いかにもアエミリアだ。思い出してくれて光栄だと言うべきか。私も君たちを覚えているよ。確かエネアデスにモノマクだったか。顔を合わせたのは数度しかないはずだが、お互いよほど印象的だったようだな。どういうことだ。だったらこいつは味方なのか。状況が敵や味方を分けるだけさ。少し前はバルカ島をいぶり出すのに協力したこともあったしね。なるほど、バール大祭の帝国軍にはあなたの関与もあったわけですか。道理で手際が良かったはずだ。ふん、すっかり帝国の犬と化したか。恥知らずか。公僕と言ってほしいな。まあ、かつての改革派勢力が教団の尻拭いをするのは屈辱の極みだがね。他に雇ってくれるところもないし。でも職業に寄せんなしとも言うじゃないか。つまらない冗談ですわね。このような場面にふさわしい言葉とは思えませんわ。つれないこと言うなよ、藩の総督のお嬢さん。じゃあもう少し面白いことを聞かせてやろう。神聖教団の計画ってやつをな。やつらカルト派出しを現状のまま放置するつもりさ。干ばつで人口を激減させてから宗教都市に変えるつもりだからな。何ですって？そんな無茶な。悪あがきするなら今のうちだ。あと少しで取り返しがつかなくなるだろう。なんてことを。活発な商業活動があってこそ国は栄えるというのに。同感だね。せっかくの商業都市を滅ぼしてしまうなんて愚かなことだ。でもまあ、ここで仕事の愚痴を言っても仕方ないか。君たちも分かってくれ。私の方も不本意なのだが、愚民どもの洗脳の邪魔をする者は積極的に排除せよという命令が今朝出てしまった。当然だが、水路の修復をしようなんて連中も敵に含まれる。自分で教えといてさぞかし矛盾したやつだと思われるだろうがね。技術官僚の君は本当は水路を修復したいんだけど、神聖教団は壊れたまま維持しろと命じてるわけか。辛い立場だね。理解してくれるなら手間をかけさせずに死んでほしいのだが。それは断る。結局は力ずくということだな。そういうことだ。でもまあ、抜かりのない私のことだ。そうなった時の準備はしてある。おい、どこに向かってやがる。そっちはやべえだろ。
お前らグルだったのか。この辺りの怪物の扱いには慣れているからね。大して苦労もせず君たちを倒せるよ。さあ来たまえ。楽な仕事だ。ここにいる。ああ砕け散りなさい。力なき正義は無力ですわ。
せませんわよ。行きますよ。ルブチ、かれ。Thank you.
程度強くなってみせる。乾杯だな。ああ、負けた負けた。なんだ、負け犬のくせにすっきりとした顔をしておるな。彼女は帝国の改革派官僚、かつてはハッシュドゥルバル様の賛同者でした。今の戦いで彼女なりの帝国への義理立ては済んだということなのでしょう。私を倒すとはなかなか優秀じゃないか。ヒスパニアに投降してやってもいいが、我々を使いこなせるか、ハミルよ。我々出てくるがいい。勝負は決した。私の配下の技術官僚たちだ。かつて帝都の改革派の中核を成していた連中だ。果たしてお前に使いこなせるか。さあどうだろうね。逃げ切らない返事だな。お前の父親はかなり優秀な男だったが、お前はどうなんだ。まあ父に比べるとかなりバカな方だろうね。正直もうバカはたくさんなんだよ。
我々は職業上ありとあらゆる学問を叩き込まれている。古き良き帝国の技術に知識に最も通じてるのが我々なのだ。数字を操る術を、その秘密を最も知るのが技術官僚と知れ。中計し、計算し、統計を取り、平均し、予測し、分配し、誤差を測り、ありとあらゆる計算を我々は完璧にこなす。税金を集め、貧民どもにパンを食わせ、兵士の給料を払い、街道を整備し、我々は優秀すぎるほど優秀だ。馬鹿には使いこなせない。どうなんだ、貴様は有能なのか。バルカの生き残りよ、お前には我らを使いこなせるほどの才覚があるのか。やつら一筋縄ではいかんぞ。ハミルよ、舐められたらおしまいだ。能なしどもが生意気を言うな。とっととヒスパニアに来い。一人残らず使い潰してやるよ。書類と数字の海で溺れさせてやるとも。本当か。おお、ついに仕事ができるぞ。よし、今すぐヒスパニアに連れて行け。仕事ができれば地獄でも構わん。早く早くだ。ペンと紙をくれ。もちろんインクもたっぷりとな。イカれた連中揃いのようだな。奴らはその気に。よかろう、旧大典ではないが、おまけしてやる。態度でけえな。うるさい、協力してやると言っているのだ。さあ、作業員を置いていくがいい。ここは私に任せて、早く戻れ。すぐに水路を修理してやる。なら、僕たちも協力しよう。当然お手伝いしますわ。僕もカルタハダシの住人ですし。気遣いはありがたいが、君たちはカルトハダシの問題を早く解決した方がいい。おそらくだが、この地に滞在できる時間はもう長くはない。急いで戻れ。できるだけ早くケリをつけるんだ。分かった。皆の者、急ぎ戻るぞ。町に救う絶望と、もう一度対決するのだ。週末の日は近い。見るがいい。もはや水も枯れ果てた。あれほど栄えたカルトハダシも滅び去る運命。この世は虚しい。形あるものは全て崩れ去り、砂漠の中へと消えるのだ。滅びの日は近い。ひたすら神に祈り、悔い改めよう。もうよせ。妄言を吐くのも今日でおしまいだ。なんだと、神を恐れぬ罰当たりめ。
地獄へと落ちるぞ。そうだ、邪魔をするな。よそ者は帰れ。この悪魔め、消え失せろ。お待ちなさい。エリッサ様だ。ハンナ総督の娘がどうして。諸事情あって私はカルトハダシとは縁を切り、この地を離れることとなりました。故に今の私は総督の娘という身分ではなく、ただのエリッサです。そんな私ですが、最後にどうかお願いを聞いていただけませんか。この者たちの話を最後まで聞いてやってほしいのです。そんな、よそ者なのですよ。我らカナンビとはかつて誇り高い冒険商人でした。どんな場所にも出かけ、どんな異なる意見にも耳を傾けたはずです。かつての寛容の心を思い出してください。そしてどうか彼らの話を聞いてやってください。この私に免じてどうかお願いします。えい、何をしている。罰当たりどもを叩きだぜ。そこまでエリッサ様がおっしゃるのなら、叩き出すのは話を聞いてからでも遅くはないな。今です、ハミル様、タルト様。ありがとう、エリッサ。この機会を無駄にはしない。立派でしたよ、お嬢様。みんな聞いてくれ。干ばつは克服できる。壊れた水路を直していけばいい。ただそれだけのことなんだ。僕たちは何度だってやり直せる。その手は祈るためにあるんじゃない。崩れた瓦礫を拾い上げ、新しく作り上げるためにあるんだ。絶望して祈りに逃げ込むことはない。祈るのはやるべきことを全てやった後でいい。我は女神アシュタルト。カルトハダシに水は必ず戻る。この女神アシュタルトの名と命にかけて誓おう。だからお前たちも世界が終わるなんて言うな。私と共に生きよう。女神アシュタルト。カルトハダシに女神が降臨したというのか。この神に見放された地に再び女神が。誰か、こやつを殺せ。邪教の女神を語る知れ者。待て、何か聞こえないか。水だ。水が出たわ。俺たちは助かる、助かるんだ。まだまだ世界は終わらねえぞ。誰だ、俺たちに嘘を吹き込んだ奴は。そうだ、俺たちにはずっと女神様がついてたんだ。どうして忘れてたんだ。そうとも、もう一度全部作っちまえばいいんだ。俺たちは商人の端くれだぜ。材料は世界中から集めればいい。アシュタルト、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 アシュタルト。なんと嬉しい光景だ。アシュタルト、アシュタルト、光が溢れてくる。アシュタルト、アシュタルト、アシュタルト、お嬢様、ついにやり遂げましたね。アシュタルト、アシュタルト、アシュタルト。冷たくて澄んだ水、降り注ぐ水しぶき、虹の中に浮かぶ笑顔、
ようやく私何者かになれた気がするわ。タルト・ハダシとはもう少しでお別れだけど、少しはこの街にみんなに恩返しできたかしら。十分ですよ、お嬢様はもうカルト・ハダシの英雄です。最高だぜ、水も滴るいい男ってな。あらら、濡れネズミって感じですけど。ちょっと楽しいね。ああ、しょっぱくないのが最高だ。やれやれ、どうやら片付いたようだね。ええ、民衆は神聖教団を捨てアシュタルトを支持するでしょう。我々との同盟もより強固なものとなります。これでカルト・ハダシの問題はもう大丈夫ですな。失敗したようね。まさかハミルが現れるとは思わなかったわ。政治将校どもの立てた作戦です。所詮はこんなものでしょう。我々はせいぜい命令書を渡すだけの役割でしたし。まだ生きてたなんてファミルもしぶといわね。今日は非公式に来てるからあまり目立ちたくないんだけど。おい貴様ら、何をボヤボヤしている。ボートどもを鎮圧しろ。邪教の女神を語る知れ者が愚民どもを扇動しておる。皆殺しにしろ。おー、うるさいわね。あれが偽物だって言うのならあなたは何？ゴミくずほどの価値もない愚か者じゃなくて？なんだと、たかが軍人風情が神聖教団に逆らうのか。空気の読めないおバカさんは嫌いよ。名誉の戦死ってことで片付けといて。はっ。ま、それにしても黙って出て行かせることはないわね。同意します。しかし、あの民衆の頑固な声は。ハミルは復興への希望を皆に与えた。帝国は死と絶望を皆に与えている。あなたの大義は今どこにあるの？わかりません。しかし、イゼベル様は大いなる力を手中にしていることを私にも明かされました。イゼベル様の目指す先に大義があると信じたいです。失望するかな。ありがとうハミル殿。ヒスパニアとの同盟はより強固なものとなりました。この恩は忘れません。海上輸送に関しては何でも言ってください。我らも帝国の支配下にあり、大っぴらというわけにもいきませぬが、手に入る限りの船を揃え援助いたしましょう。ご協力感謝します。どうやらうまくいったようだな。アエミリア、ありがとう。君のおかげだ。そういう話は後だ。技術官僚どもは別の船でヒスパニア入りできるが、君たちは早く脱出しないとまずいぞ。メンツを潰された帝国はせめて君たちだけでも捕らえようとするはずだからな。
わかってる。ではこれにて失礼します。班の総督、何か伝言はありますか？エリッサとダフニスにお前たちを誇りに思っているとだけお伝えください。受けたまわりました。ではお別れです。ハミル殿、幸運を祈っております。マールと共にあらんことを。ハミル、なんだアイミリオも来たのか。たくおっせえな、置いてくとこだぞ。早速足手まといで申し訳ないな。父は、藩の総督は何か言っていましたか？エリッサとダフニスにお前たちを誇りに思っている。船を奪ってください。門を開けばあとは外に出ていけます。わかった。開閉装置は少し離れていますね。開けるのに少し手間取りそうですが。このまま出ていけるとは思ってないわよね。反乱軍どもめ、もはやお前たちは袋のネズミだ。イゼベルにレリウスだと。最後の最後になって。貴様、どうしてこんなところにいる。カッカしないの。ここは船を整備するには一番いい場所だからね。しかしまさか生きてるとは思わなかったわ。まあこれから死ぬんだけどね。やれやれ、厄介な奴が来てたのに。あら、いつぞやの役人さんじゃないの。収拾がいい。お偉いさんが来ていると聞いていたが、あなただったと思う。ここはもう捕虜になってしまってやむなくと上に報告していただくとありがとう。まあ全力は出すから。そこら辺が子役人よね。まあいいわ、どの道生きては出られないけどね。では皆様、全力で行きますわよ。
るがいい。
正常なる世界。強くなりますわよ。この式のことで少しは賢明になれたでしょうか。
て勝てましたわね。